こんにちは、ゆうじです。さあ今日はですね、ギアーズという、これも最新機器になるんですかね、つま先からもう帽子のてっぺんにまで、もう本当至る所にこの玉がついてますね、はい、そうですね。背中見るとすごいですよ。背中、おお、本当だ、めちゃくちゃついてる。あ、ここにもついてた。そうです、わお、そうですね。あ、これ僕、そうです。おお、あ、俺っぽい見覚えがあります。見覚えあるわ、俺っぽいな、ね、てもらってで、うんうんうん、このあら、分かりやすいね、もうすでにトップの位置ですよね。本当だ、右肘がね、コンパクトなのに対してこっちはもう伸びきってるというか、うん、これをちょっと直していきましょう。はい、じゃあ早速ちょっと修繕レッスンを、はい、そうですね、はい、お願いします。そうで、ギアーズで見たみたいにこの肩のラインとシャフトのラインですから、いわゆるシャフトクロスっていう状態になってて、はい、うんうん、でシャフトクロスでなってる時は、はい、この上腕、この上腕ね、あの力こぶ、はい、のところが、うん、内旋してる状態、内旋つまり肘は上がってる、そうですね、状態、うん、内旋、こうなるとクロスしてる。で、ここができるともう切り返しでアウトから降りやすくなっちゃう、まあ、そうですね、こう来ちゃいますよね、アウトからね、なりやすいですよね。でもし外旋したとしたら、これ以上なんか腕って上がらなくないですか、もし外旋しようと思ったら。 これ以上いけないです、いかないですね。内旋しようと思ったらいくらでも上がりますね、内旋しよう、あ、そうしたらいくらでも行きますよ、これはいくらでも行きますよいくらでも、はい、ですからここの使い方の練習をしていきたいです。例えばですよ、こういう重いものを持って、この肘にこうつけてもらって、うん、はいはい、こう重いものを下から支えるような形、はいはい、肘を自分で支えて、乗っけるって感じかな。そうですね、はい、ここ乗っけて、バックスイングで胸を回してもらって、そうそうそう、いいですね。やっぱ体の使い方うまいからかっこいいですよね。こうか、うん、そう、その位置に上げられれば、あのさっき言ってたシャフトと肩の角度がその90度いかない、75度ぐらいできる。なるほど、うん、でこの重りの位置が、うん、こうクロスする人はこっちになるので、あ、こうできればこっち、あ、こうね、じゃあ、うん、こういうことだ。そうです、そうです、あー、なるほど、あ、あー、なるほど、なるほど、あ、分かりやすいな、ちょっと待って、こういう、こうなっちゃダメなのね。そうですね、こっからこうじゃなくてこうだから、そうですね、小指が右斜め前、小指がそこ、はい、右のつま先の前ぐらいに刺すイメージ、外旋プラスこの刺す方向、うん、で鏡見てこの位置が決まったと思ったら、ここに持ってきちゃいいんだから、はい、そうですね、そしたらもうこのまま、あ、いけそう、いいから下ろせやすいさあ今度は重りではなく、はい、練習方法、練習方法、重りじゃない練習方法、クラブ、クラブを使って、はい、はい、片手打ちってやったことありますか。あります、ありますけど、へったくそへったくそです、本当向いてない。ちょっと右手打ちやってみます。やってみ、まず、あ、見せてくれますか。支えるとこがここ、あ、そこ支えてもらって、ここからバックスイングでこの形、うん、さっき言ってた肘が外旋、はい、内旋じゃなくて外旋してて、うん、このグリップエンドがちょっと右前向くような感じ、はいはいはい、これをチェックしたら打ちます。ここからで、なんていう感じ、あ、ちょっとダメましたね、あ、ここをチェックしてもらえばいいので、はい、当たりあんま気にせずに大丈夫なので、ここからのこういう感じ、あー、なるほど、うわ、やってみますこういうことだ、おお、めっちゃうまいな、いやいやいやじゃあもう一回トップで一回ストップしてもらって、はい、トップでストップ、で、右肘の外線と、右肘じゃないです、すみません、こうの辺、こうか、思ってる以上にコンパクトですね、うん、ちょっと上がっちゃうんで、僕多分すごい伸ばしてたから、うん、これで今もうハーフスイングにも行ってない感覚です、ね、そうですね、イメージはハーフスイングぐらいのイメージ、そう、うん、こうだ、うん、よし、やってみよう、はい、こう来て、うん、あ、うん、肘が内側に来るような感じ、内側に、そうですね、そうです、このトップの位置を覚える、覚える、うん、このトップの位置、うん、だから素振りでもいいし、うんうん、そのトップの位置が覚えられれば、うん、よし、こうだ、うん、あ、もっとコンパクトでいいかもしれない、もっとコンパクト、内側に絞りの、こう、内側に絞る、そう、こう、ね、うん、これで打つ、うん、そうそうそう、それだったら切り返しがインサイドからになってる、今までは僕はね、どっちかというとこの時こう来てたから、結構ね、この指先とここでこう来てたのが、今のは今度こっちのこいつら、こいつらでこう、こいつらでこういくイメージに変わった、わかります、わかる、言いたいこと、どっちかというとだから、イメージ今までは引っ張るに近いのかな、こいつらが活躍したの、こいつら、もうこんな感じ、こいつらでこうギュッっていう感じ、最後までこう、最後までこっちだ、そうそうそう、それが今はこいつらに変わったのかな、こいつらがこういうイメージ、こういうイメージ。途中からこいつらがさせる。ここでこう押すイメージね。はい。そう。そして。
おお、出そう。あ、だんだん飛びそうになってきた。多分今片手最長記録です。右股関節刺してトップではこのさっきの位置でやるとこの私の方、うん、刺す感じ。グリップエンドが今まではこうやってたから、今まではこう こっちを刺してたってことですね、うん、あ、そう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 。いや今まではもっとひどいですよ。今まではこうですから。あっちですよ。あそこです。だからここからここを私の方をグリップエンドが刺す。そうですね。打ってみよう。ここからこう来たら、おいい感じになってますよね。グリップエンドがこっち、そこ、はい、こういうことだ。そうですね。ここから、うんうん、OK です。でだからテイクバックして、うん、ここに乗せる。そうですね。で、うん、OK です。おお、軌道が見たいな。軌道見たいですね。はい、この辺から面子。そう、うん。なるほど。ちょっと打ってみます。打ってみます。はい、この辺から、あ、こうなっちゃうな。最後。わかった。もう一回。こっから、ああ、いい感じ。こっから、うん。おお、違うかも。いいですよね。はい、ということで、はい、まあ、ちょっとね、改善レッスンを今受けてしました。そのスイングがここに今また入ってきたんで、はい、これだから黄色がさっきの僕、はい、で今度はブルーが新しい僕。新しい。そう。でテーマはね、この肘を内側に向けて。うん、全然違う。全然違う。これ一回トップで止めてもらうこと可能ですか？はい、トップで止めて。テイクバックから。そうトップでここで止まった。うわ見て、さっきまで肘の角度もそうだし、どこ見てんのっていう。今ちゃんと隙間からスナイパーのようにボール見てる。で見てます、ね、肘の角度が違う。違いますね。で全然違うわ。で上から見るとこれが肩とクラブのこのアングルが、これもう60度ぐらい、ちょっとできすぎぐらいになってるので、うん、あ、これ縮まってるのがいいんですか？そうですね、うん、こっち見てくださいよ。90度。やば、これ90度。でこの角度ができればダウンスイングの切り返しですぐね、うわ、いいプレーに乗ってくる。これ同じ僕？そうですね。ちょっと待って、これ美しいね。全然違いますよね。うん、あ、全然違う、うん、これ今まで？そうですね、うん、クラブのアクションが大きすぎたんだね、うん、今までね。で今こう重ねて見てみるともう だいぶ違って、切り返しのこの角度違いますよね。あ、もう頭の位置も違うもんね、うん、もう前傾してる、ちゃんと。もう起き上がろうとしてるってことですよね、ここでね。こっからもう起き上がろうとして、うん、でこっから降りてくるとこのシャフトが黄色が最初なん で、うん、で手の位置がだいぶほぼクラブと手の位置が重なってるんだけど。そうですね、重なってる。こっちもうまいこと帳尻合わせてるから最終的には来るんだけど。最終的には来るんです。ただクラブの通ってくるルートが変わったんですよね。そうですね、うん、でルートが変わると何がいいかっていうと、その一つの方向に引っ張ればいいから、うん、そのスイングの最後の方で調整が必要がないってことですよね。そうか、だからコースに出て右行ったり左行ったりっていうのは毎回自分で微調整して微調整してるってことなんですよ。あ、それがいらなくなるから、そうなんですよ。ミスが減る。減る。で、フィニッシュが変わったのが僕感動的なんですよ。見てください。今までこんなにコンパクトにもう折りたたんじゃって、はいはい、多分勢いよく縦スイングしてたんで、はい、全然違う。そうですね。あ、ここの腕のスペース全然違いますね。全然違いますね。テイクバックの時の、こんなに空間がここできて、うん、外旋するとここで止まる、うん。これ苦しそうだね。窮屈。いや、だいぶでも良くなりましたよね。はい、腕のところはトップ良、はい、くなったんですけど、うん、もう一個ね修正したいところがあるんで、嘘でしょ、それはよろしくお願いします。お願いします。